大橋良介は、日本の哲学者、美学者、元大阪大学教授、京都工芸繊維大学名誉教授、京都市生まれ。1969年京都、大学文学部哲学科卒、74年未運編、大学文学部哲学科博士課程修了、哲学博士。1974年4月から1975年3月未運編。 大学哲学部第一講座助手1975年4月から1979年6月、市外科大学講師1979年7月の1980年3月、市外科大学助教授1980年4月から2004年3月、京都工芸繊維大学教授を取得。2004年4月から2007年3月、 大阪大学大学院文学研究科教授2007年4月から2010年3月、龍谷大学文学部特任教授2010年4月から2011年3月ケルン、大学国際、モーハマタコレーク、初代フェローの一人。同期間、ニーチェコレーク、フェロー2011年4月から2011年10月ケルン。 大学哲学部客員教授2011年10月から2012年3月ウィーン。大学哲学部客員教授2012年4月から2012年9月。ヒルデスハイム大学哲学科客員教授2012年10月から2013年3月ケルン。大学客員教授2013年4月の2014年3月。ハノーバー哲学研究所フェロー2014年4月の2014年9月中便園。 大学哲学部客員教授2014年10月から2015年3月、ヒルデスハイム大学哲学科客員教授2016年4月から2016年9月中便園、大学哲学部客員教授2016年10月から、公益財団法人日読文化研究所、所長選任。現在に至る、西田哲学会前、会長、石川県、 西田喜太郎記念哲学館名誉館長、現象学、宗教哲学、芸術哲学を主な研究対象にしている。ありがとうございます。